今週はアですね。アから始まるタレントです。はい、FM 山口なすびま、足立由美、うん、子役でピークを迎え、芸人と結婚し、好感度を上げようとするもマイナスに作用してしまい、今では魅力のかけらもないおばさん。これはもう事務所許可出ませんね、これは。一発目ひどいよ、もう。まあでも上げときましょうかね。ああ、上げるんですね。FM 山口なすびま、芦田愛菜、一般サラリーマンの生涯賃金を7歳にして稼ぎ終えた化け物。これ集まると分かりやすいですからね。うん、そうですね。ラジオの長寿ギガジャクソン、あ、天海祐希、ドン・キホーテでピンクローターを買う時も堂々としている素晴らしい女優。これは褒めてますね。まあ褒めてよ、でも事実じゃないですよね。わかる。なんでマムイさん堂々と買いそうだよな。なんか減っちゃう。確かにでもドン・キホーテには行かない感じするね。ああ、ちゃんとした、大人のおもちゃの店に行って堂々と入って、あ、そうかな。自分のサイズとか伝えたりして12ぐらいあるみたいな。あるんですね、そんなサイズがね。12っていう単位があるんだ。よく分かんないけど。FM 山口なすびの安藤美希、昔の可愛さは陰りを見せ、バカみたいに回っている時の顔がややエロいというのが現在唯一の武器である天才フィギュアスケーター。天才つけたからって、いや褒めてますよね。いやいや、天才つけただけでしょ。陰りもないって言ってるんでしょ。コーチとの恋の話嫌だわ。ああ、安藤美希は応援してたから。そうですね、モロゾフコーチ。はいはい、噂は聞きますけど ね。ラジオネーム長寿ギガジャクソン、赤井秀和、突然巨大化し、同じく巨大化した金玉を振り子のように使用し、浅間山荘を破壊する警察関係者。違うでしょ。違うでしょ。今警察関係者じゃないでしょ。いやでも赤井秀和さん、今の赤井秀和さんを伝えるにはこれが一番でしょ。代表、代表作「どついたるねん」とかさ、まあ、そんなの言ってもちょっと今の赤井さんじゃないからね。まあそうですかね。この金玉で浅間山荘を破壊したっていうのは分かりやすい。破壊はしないでしょ。2013年度版を目指してますからね。だからちょうどいいんじゃないですか、巨大版ね。ラジオの長寿ギガジャクソン、代表作とかも書いていってもらってもいいですけどね。ど、辞書っぽくね。赤坂康彦、曲紹介だけで金を儲け、なおかつ女を金で騙す典型的な詐欺師。詐欺師って、もう詐欺師言ったらダメでしょ、それ。これはちょっと採用されないかもしれないですね。採用、あ、そうですね、不採用ですね。じゃあ、ラジオの長寿ギガジャクソン、秋川雅史、ケツの穴から息を吸って体中に溜めた空気を一気に口から放出して歌声としみんなに届けている歌手。まあ、ケツから入れちゃうんだね。いや入れてないとは思いますよ、多分。だからあの声量なんだ。いやいや、それはもう稽古してなんかすごい声量なわけでしょ。呼吸がでもクソみたいな匂いするかもしれない。ケツから吸い込む。ケツから入れてるとすればですよ。入れてないでしょ、多分。すんげえ、だってガバガバでしょ、そしたら。吸うんでしょ、だって。そんな呼吸器ついてないですよ、ケツに。いや、ちょっとあんまりまくし立てて突っ込まないでよ。いや、ここ、まあ、漫才師じゃないんだから。いやいやいや、そんなつもりないんですけど、ごめんなさい、なんか出ちゃうのね。いや、出ちゃうんですよ。FM 長崎ロファス、アパホテルの社長、表には出てはいけない顔なのに地位がそうさせるのか、誰からも突っ込まれない人物。やっぱりワンマン経営ってそういうもんだよね。まあそうですね。ね、創業者とかね。そうですね。CM とかでもあるもんね。やっぱ社長が出てくるやつね。出てますね。私が証明です。お前出ない方がイメージいいのにな、みたいなさ。そうですね。あれ昨日かなんか一昨日かなんかテレビ出てたんで、それ見てたんでしょうね。だから、お前みたいなやつがやっぱ腹心にいた方がいいよね。アパホテルとかね。おいおい、こらこらこら、ダメダメ、出ちゃダメだよっていう人が意外と会社組織っていうのはおかしくなっていきますからね。なあ、何かの右腕がいないとね。FM 山口ブラブラブラする、アニマル浜口、もう娘をしごくことで興奮を得る変態、声がとてつもなく大きいので会話した人たちを耳鼻科送りにする。妖怪図鑑みたいになっちゃう。妖怪でしょ、もうそうなると。モンスター現れるでしょ、もう。FM 食い、ブヒー童貞と。荒井中、志村けんに全てを持っていかれた芸能界の典型的な負け組。いやいや、
終わってますもう。これ一行ぐらいでするというのもありますからね。辞書っていうのは。いやないでしょ。もう単なる悪口でしょ、うん、もう。いいんじゃないですか。うん、ラジオ三平相川金也、うん。誰も待っていないのにもかかわらずおマットさんですと などと言い放ち、女性タレントの楽屋へ入り込んでは下の名前を呼び捨てにする礼儀知らず。誰も待ってないのに。あけぼの太郎。その圧倒的な弱さで大は小を兼ねるということわざに一石を投じ続けているハワイアンデブ。最後デブじゃなきゃな。FM 群馬祈祷がマッカーサー有吉弘行、広島に産み落とされた神童、神をも恐れぬその言動はセンスが生んだ化け物とも。軽妙な語り口と切れ味抜群のコメントからお笑い界のメッシュと称される。一枚あげとる。俺、あげるんだ。うん。褒められるの、すごい好きなんだよな、あの人。以上でございます。